草刈英二6月1日から1930年5月20日は日本の海軍軍人。ロンドン海軍軍縮条約に反対し自決した海軍少佐である。草刈の演祖は小野義皇后である。父、鉄太郎は旧藍津藩士で14歳の折母親戦争における藍津若松城老城戦を戦った。長兄雄二は 東京帝国大学出身の関東と特府技師、後、九州電気機,機動専務、次系、鉄次は、海軍大主系、二人の妹はそれぞれ同郷の、陸軍将校、陸軍軍医にとついでいる。草刈は、合津中学に学び、元来は一校志望であったが、海軍兵学校に在校していた、同窓生の探検姿に憧れ海兵進学を、目指す。1910年、 草刈りは78名中3番の成績で中学を卒業する。同級生に柳瀬誠、原田里志、海軍主計少将,将、山口一がおり、いずれも地上会会員である。前列右が海兵卒業時の草刈り、後列左原田。草刈りの隣は高田武雄。高田は草刈りの妻を励ます所感を寄せた。 同年9月海軍兵学校に入校。席次は120名中5番である。生徒時代は、貧困全寮賞を2度、学業優等賞を1度授与されている。友人として特に信仰を結んだのは、草加龍之助、一丸俊之介、星名全志郎であった。1913年118名中12番で、卒業。海兵41期は、校長。 山下玄太郎、教頭、加藤幹事の指導を受け、加藤は、多死再災と評しており、2年次の学術優等賞、受賞者が17名に上るなど、成績優秀者が多かったクラスである。海兵41期は、後の太平洋戦争において、大田実、木村正富、田中来蔵、松永忠氏そのたち名の提督を輩出した。 卒業後、矢作乗組となり、第一次大戦隊独占に従軍。当時独領であった、南洋軍島の占領作戦に参加した。その後、伊吹、き、不装乗組を経て、海軍法術学校及び、海軍水雷学校の普通科学生を卒業。白雲乗組となるが慢性機関支援に侵され、一時は、渋滞に陥るなど2年間療養生活を送る。 全知語舞鶴鎮守府付として復帰。海大専科学生として、東京外国語学校で不都合を収める。伊津文隊長となり関東大震災救護任務に、従事した後、呉海兵団文隊長兼教官、呉鎮守府副官兼参謀、伊勢文隊長を経て、海外講二26期を卒業した。有馬正文、中澤優、松田千明。 黒島カメトラが同期である。大尉時代には、中訓論を表し、佐藤哲太郎に公表を願っている。佐藤は、理性の深刻みあるも、上層の恩味を感じざるそこの欠点ありと述べ、義務感が強すぎることに疑問を表明したが、公表の最後は、近頃までに見るの論文なりと結ばれている。海外時代は、欠席が多く共感。 寺本武春の世話で散々していた。海大同期の大西晋三によれば、草刈りに2時間にわたり、叱られたことがあり、実戦部隊の指揮官には不向きとしている。軍令部参謀に補えされ、退伏藩主任となり、国際水路会議に参加するため、モナコへ出張した。政府代表である、水路部長、米村水木は、兵学校、練習艦隊、 海大と三度にわたる恩師であった。草刈りは航海の専門家ではなかったが、大路の船内で会議の準備に没頭し、出席した分科会の委員長は草刈りを評価する胸を米村に語ったという。自陣の担当ロンドン海軍軍縮条約に反対していた草刈りは、軍縮会議前兼の一人で、帰国の都市にある海軍大臣。 宝兵兵が乗車していた東海道線車中にて自決した。死の5日前である5月15日には、死宿していた山下玄太郎をその屋敷に訪問したが不在で会うことはできなかった。5月17日は、長女の誕生日であったが、米村水木の招きで昼食を共にし、その後誕生宿を行い、さらに、米国駐在を命じられた星名善志郎を送別する。 同期生の会合に出席。その夜親戚と共に外遊から帰国する友事の帰国を出迎えるため神戸に赴いている。草刈りが神兄と仕立った友事を出迎えたとき、着用していた軍服は新調したものであった。親戚一同との別れ際における草刈りは、普段と様子が異なっていたという。その後京都へ向かい、警護していた、明神寺の僧。 西山実決に会おうとしたが、西山は、不在で面会できなかった。自決はその木とでのことである。海兵同期の主席、小西千尋西へは、草刈りが車中での自決を選んだ理由を、家族に会うと決心が鈍ることを恐れたのであろうと、推測している。草刈りは腹を、死に一文字に切った状態で発見され、病院に収容されたが、刀は、 武士の魂であると叫び、担当を話そうとしなかった。連絡を受けた草、草加小西そして家族は現地へ急行し、草刈りは小西が到着するのを心待ちにしていたが、臨終には間に合わなかった。見取った、憲兵分隊長は、実に、見事なるご最後でありましたと、小西らに語っている。懐には、藤田東子の回転士と共に遺書があったが、 後半は伏せられたため自決の原因は明らかになっていない。小西氏は後半部分について今日の時代が一個の歴史として研究されるまで公にすることはできないとしている。自決の理由としてノイローゼ状態であったというものや宝部の暗殺を企としたが果たせなかったためなどの説がある。松本清長は草刈は宝部解消の暗殺を決意したものの 暗殺の主要動機が、宝部の倒水圏看板にあるにかかわらず、事故の暗殺行為もまた倒水圏看板になるのではと、悩み、暗殺を実行できず自決を選んだとし、池田清も宝部暗殺を決行できず噴死したと、している。自決当時軍令部で同僚であった草加は、草刈りが帰国の途にある全圏団が歓迎されている、ことに衝撃を受けたと述べ、また小西は、 己の死をもって訴えるべきものを訴えるべき人に訴えたと語った。このノイローゼ説に対する同期生の反発は強かった。草川、ノイローゼ説を述べた軍令部次長、末次信政に反論し、末次を謝らせている。また一丸年の助は、ノイローゼ説を唱える者に世の軽薄者流と反駁した上で、四十一期は先に殉職した。 荒木博士と草刈の魂を受け継ぐものであるとした。草刈の自決は、軍縮条約に対する死の抗議として大きく報じられ、その真相を書いたとする印刷物が出回った。また、ロンドン海軍軍縮会議をめぐって紛糾した、東水圏甲板問題に影響を与え、自由主義者の観策に倒れた草刈少佐の死を、忘れるなとの叫びが、 青年将校や国家主義者の間に高まった。海軍士官が現役中に死去した場合、海軍僧が営まれるのが通常であるが、草刈りは自決であるためそうした措置は取られていない。草刈り家は元来キリスト教を終始としていたが、葬儀は、仏式で行われ同士は、西山実鉄が務めた。その葬儀には、山下玄太郎、加藤幹次ら草刈りと縁のある、 海軍大将が弔問に訪れているが、特に繋がりのなかった、有馬義吉も姿を現し、有馬は号泣した。なお陸軍では、参謀総長、金谷藩さんが使者を派遣し、国の宮家からは、花輪が送られ、道具ふぶ官が大敗している。草刈自決の際、妻は、臨月で一男三女が残された。長男、小一は、 不立一中に在学していたが、父の死後は、寺本、草からの教えを受け、また小西が一時引き取っている。小一は、父と同様に、海軍兵学校へ進み、卒業後、戦闘機操縦の道に進み、第36期飛行学生を卒業後、太平洋戦争において、空母、飛用に乗り組んだ後、父の同期生である。 青木大二郎のもとで海口海軍航空隊、飛行隊長などを務め、海軍隊員で終戦を迎えた。ありがとうございます。